さあ、始まりました。モテッシュチャンネルです。さあ、今回はですね、2023年、早稲田大学法学部の英語講評やっていきましょう。まあ、全体としては、まあ、相変わらず不思議な問題が出るなっていう感じなんですが、去年よりは優しめかな。わかりやすいのが多かったという、あくまで印象ですよ。はい。後ろの英作文できてるかどうかにもよると思うんですけど、ただ、文章自体は、早稲田の中でも読みやすいんですけど、やっぱ選択肢がね、結構厄介だったり、たくさん作業しなきゃいけないっていうのが法学部の特徴です。やっぱ一問河合駿台四隅全部間違ってますね。同じ回答にしてるけど自分と合ってなくて、で出典確認したら僕の答えの方が合ってました。そういうもんなんですよ。総計の問題っていうのはプロたちがやっても間違えるんです。間違えるというか、もう問題自体がそれってどうなんって感じだけどね。だってネイティブやってるからね。だからそういう問題も出るんですよ。で、あとは答えこれどっちでもよくねっていうのが一個ありますね。まあツイートもしたんですけど、だから問題としてそれどうなのみたいなね感じでございました。ではやっていきましょうか。じゃあ正誤問題、皆さんが見てわかる5番からいきますね。これはまあ解きやすかったかな今年は。ただやっぱりオールコレクトがあるんで非常に厄介ですね。 Before we agreed to get together to discuss the problem in person, could you take a moment and explain about it? 問題ないですね。はい、どれも正解です。 discuss もちゃんと多動して使われてる。 in person ね、直接も出てるし、 agree to do も大丈夫ということで問題なしです。2番、No one had any doubt about the newcomer winning the prestigious Radley Prize, and he could not wait for being given his first award for his very first book. はい、これがツイートした意図だったんですけど、wait to do っていうので覚えた方がいいと。もう wait は他動詞のように使うから、wait to do, wait for 何々 to do で覚えなさいっていうのは、これ、河合のね、浪人生の授業でよく言ってたんですけど、これです。wait to be given です。だから wait は、こう、hope とか want と同じ形取れるから、だから wait も他動詞としてね、to 不定詞取れるっていう風に辞書に書いてくれって、毎年言ってたんですけど、載ってますね、ジーニアスの一番新しいやつ。5版には載ってなかったけど、第6版にはちゃんと wait to do で載ってますね、他動詞として。はい、なんで、この問題とこの動画のおかげで、きっと予備校での教え方が変わると思います。今までね、ウェイト自動詞で後ろに to 不定詞の副詞的を掘って教わってる人がほとんどだったと思いますけど、これで変わります。次、 Well, if you dare to comment on, let alone question the statement made by the oligarch, the journalist continues to oppose to it. これめっちゃ出るね。 to いらない。去年も出たよね。どこだっけ、出題されてますよね。 the be opposed to と混ざらないように気をつけなきゃいけません。 few がこれ名詞の few ですからね。で、 dare to do ですね。で、 comment on the statement ですからね、これ。 let alone っていうのが間に挟まってるからね。だから question これ動詞ですからね。Question the statement. ほとんどコメントもしない。だ、疑問に思うことなんかないし。Oligarch なんか分かんなくても、Statement made by だから、人っていうのは分かんないですね。独裁者ですね。次、Why should we feel compelled to follow any leader who is reluctant of trusting? もうダメですね。Reluctant to do ですから、Reluctant to trust those who work under her. 続いてじゃあ6穴埋めいきましょうか。ウェブサイトでレストランがこういうやつなんですよみたいな感じですね。 The cost is $85 per person なんとか beverages tax and service charges なんだから、あ、もうこれがクーラーみたいですね。あ、これインクルーディングかエクスクルーディングだなっていうのが分かったんで、なんで答えは C ですね。普通まあ飲み物料金は別だからね。タックスとサービスチャージも普通は別ですからね。ただまあそれが含まれてる可能性もあるので、インクルーディングかエクスクルーディングだなと思った。次、メニュースなんとか The upcoming week are published on the previous Friday on our website 書いてあるので、 For the upcoming week ですね。はい、次の週の来たるっていう意味で upcoming、 それのメニューっていうのでよく使われる表現なんで、ただ悩んじゃうね。 week 来てるから in とかね、選びそうだよね。次、 online reservations may be booked one month to the calendar date なんとか beginning at noon いう風に、はい、あらかじめ予約できる in advance が正解ですね。この beginning 分子構文みたいなやつですけど、まあトイックに出るような表現が並んでる、ね、on schedule、 scheduled、 without notice、 予告なしにってやつです。はい、まあこれもできてほしいかな。今度はそれに対して予約すんだよね、レストランをね。そのイメールを書くってやつです。まあこれ、まあイメール問題は勉強していれば、まあそんな難しくないですね。ちゃんと条件、日付と時間ね、19時、7pm って言うんだけどな、アメリカでは。そして、3人いて、1人が車椅子、wheelchair ってやるっていうのが重要ですね。で、駐車場があるのかですね、parking lot があるのか、まあ、イギリス英語だったら car park があるかどうかを確認って。で、もう条件は決まっているので、まあ、ある意味、条件英作文だよね。という感じです。で、次が、絵のね、描写ですよ。なんじゃこれみたいなのがね、毎年のように出るんですけど、まあ、今回は、今までのよりは分かりやすかったですよね。この、おばあちゃんみたいな人、おばあちゃんなのかお母さんなのか分かんないですけど、この人が、チキンたちから卵を取ってってますよね。で、それに対して、今度は、鶏側が、人間の子供を持っていってるっていう状況だよね。1982年の絵なんだ。っていう、まあ、今言ったようなことが書ければいいんで、分かりやすいんじゃないですか。リベンジ。あ、そう、なんか、そういうのがね。
続いてダイモンさんのこのどれなんだよってやついきましょう。 He tried to get なんとか to his parents his passion for painting but he could not get なんとか to them なんですが、 get across と get through どっちもいけちゃうんだよ文法上で。ネイティブに聞いてもどっちでもいいって言うし、 AI に聞いてもどっちでもいいって言うんだよね。両方とも get across to 人、 get through to 人あるし、 get across 何々to 人、 get through 何々 to 人もあるわけです。だから最初は to his parents his passion っていう風に目的語の部分が後ろに行ってるんですけど、 to 人の方が前に出ててね。でもどっちも取れるんだよね。まあ get across 分からせる、伝える、だから分からせることはできなかったとかっていう意味にさせるたいんだろうけどさ。次は get by on ですね。これはこれで暮らしていく、あの live on とかさ、ああいうので暮らしていくの get by バージョンね。で次は get behind his plans ね、指示する後ろから。で最後は get down to business、 これは何度か出たことがありますよね。入試問題だけじゃないよね。 Get down to business っていうのは使われる表現ですね、日常。はい、続いて表があってそれを描写するやつです。私が The greatest gain だから上がってるわけですね。それに対して空欄の後ろの方は Remained steady ですから変わってないので By contrast。 次が Respondents were more likely to ですね。 Be likely to do なんで、これは簡単だったと思います。文法でもいけたんじゃない。で次はちゃんと表を見て答えなきゃいけないやつですね。 Even surpassed library resources、 これは表に合わせて答えを出さなきゃいけない。で次も表をちゃんと見て Rose steadily over 20 years ね、20年間上がり続けてるよ。 Athletic facilityWar なんとか as having improved much between 2000 and 2010は70から71ですから上がってないので not が入ってなきゃいけないので C の not regarded が正解で、次は We can summarize that the university resources to students、 resources が上がってるんだから devoted considerable resources to student service ね、はい、devote と A to B の形、コミットも取れるけどレスだからダメですね。ではここから読解いきますね。エディソンの話だよね。エディソンとその仲間たちみたいなね、いろいろ発明をやってった人たちの話。チャールズ・バチェラーさんはエディソンと一緒にパートナーでやってた人だから A が正解ですよね。なんか 50-50 で分けてる時とかあったよね。で次のマッカーズっていう人たちはエンジニアの人たちですから C。 で次はメンロパークラブ、テレグラフだけじゃなくていろんなのやってましたから、だからこれがいいでしょ。で次がそのラブのワーカーズたちは D の passionate about their work and hoped for successful results ですね。まあ初期法でやっても選べますね。すごいエジソンってなんか悪いやつっていうのでもよく出てくるんですけど、いろんな搾取してるみたいなので今回の長文には出てなかったですね。だから搾取系のやつ結構載ってんだけど、変に背景知識がある人が引っかかっちゃうかなっていう感じかな。で次が not true ですからね、正しくないのを選んでください。逆やるチャートダメですよ。 A は20 years before he came to Menlo Park、 全然合ってないですね、時間がね。次が C は reluctant to start が違う。 F が the author of the passage describes Edison as an engineer rather than inventor、 違いますね。発明家であり、なんかお金取ってくるのが上手い人みたいな感じだったね。 H ね、 Later attribute Edison's success to his childhood experience、 これニュースペーパーの売ってたのはいろんな本とかね、いろんな英文には役立ったとか書いてあるんですけど、ここではそれじゃないっていう話でした。次、サマリーは B ですね。Edison's strategy in innovation was to exploit networks of technology。 そう、テクノロジーのネットワークを使ってたんですよ。次は Flighty ですね。そう、飛ぶのフライとか言ってますけど、はい、空想的なってですね。 Fanciful が正解ですね。気まぐれとかね、これは難しいと思う。文脈で考えてもかなりきつい。次は Kindred Spirits、 同種のってやつね。 Kin ってほら種って意味があるよね。だから like-minded people、 同じような考えをしてる。まあこれは文脈できます。次が scrambling、 まあ scramble っていうのが出てきたりするんだけど、ね、scramble for とかね、だから search for、 知っておいてくださいこの単語は。次 perpetuate ですね、はい、ずっと、パーがずっとですね、だからずっとにする、永続的なものにするですか、 maintain。 次が on stage は、まあこれは簡単じゃないですか、 on stage ですか、ステージ public ですよ。はい、続いてが、まあこれが、はい、続いてが全予備校間違ってたってやつね。仕事どうするみたいなですね、仕事のキャリアをどうしていくのかっていうんだけど、こうだ、楽しんでる仕事がいいのかどうかってね、だやりがいだけでやっててもうまくいかないっていう話。なんか YouTuber みたいなね、現実も考えなきゃいけない。で最初が正しいの4つなんで、まあこれは ABCF ですね。ちょっと ABC が連続しちゃった時、ってなったけどね。まあ D は significant が違うなとかってやってったんですけど、まあ時間がかかる。次が existential hazards、 exist 存在ですから、存在してることのハザードですから危機なんで、答えは D、 threatens our very identity、 まさにの very ね、また出たねこの very ね、形容経済で言ってたよね。で次が end up in unstable low paid work for outside that passion、 そのパッションでね、これでやるんだってやってったら結局
全然違う仕事に就いちゃうことがあるよっていうことね。そのアドバイス聞いてみたいなやつだったっけ。だから well-meaning advice can backfire ですね。はい、逆に来ちゃうっていうね。次、entrust the bulk of their sense of self to a single social institution っていうので、まあこれも文脈でいけますね。このことわざみたいの知らなくても想像できるから。あ、ただ entrust 自体委ねるは形容の文にも出てたよね。はい、答えは putting all your eggs in one basket ね。一つのバスケットに全部入れちゃう。全部をかけちゃう。だから一個の仕事とか一個のことにね、全部をかけちゃダメだよみたいな話で出てました。で、次が入らないのを選ぶんですよ。だからリーストですから。だから一個だけ反対向いてるのを選んじゃえば簡単なんだけどね。1なんていうのは、the good news は絶対ダメです。だって put frankly とか to be blunt って良くないこととかわかんない。にも consequently は全然違う。これ逆説が入るはずですから、内容的に。因果関係めちゃくちゃですね。で、3番。これが各予備校 B を選んでるんですけど、C が正解です。Find places outside of work to anchor your sense of self. Work を centerpiece of our identity. アイデンティティの真ん中に置くんじゃないって言ってたからね。仕事をアイデンティティの真ん中に置くんじゃなくて、別のものを置くんだから。ほら、だから find places outside of work to anchor your sense of self. とぴったり同じじゃない。で、サマリーはいいですね。これは簡単ですね。While the idea of doing what you love sounds appealing ですね。そう、appealing なんだけど、It can lead to traveling and overcommitment and disempower us from finding our true selves that may lie beyond work. ほら、beyond work ですか。仕事を超えてですね。まあ、やりたいことして生きてる YouTuber が言うのもなんですけどね。はい。そううまくいくとは限らない。次が、はい、いいかいですね。Great resignation っていうのは辞めるんです。みんなが辞める仕事をっていうので、はい。だから C、Quit their jobs。Ebbs and flows は何度も出てますね。これ、潮の満ち引きですから。上がり下がりっていうので、ups and downs ね。いいの悪いの。Ubiquitous。はい、これ大事。もう ubiquitous っていうよね、日本語でね。Pervasive ですね。広がっている。Pervasive も出てたよね、他のやつにも。次、pertinent。ちょっと難しいと思うんですけど、pertain っていうのがね、トイックでも出るんで、pertain to ね。関係してる。そう、relevant は正解。で、advocating for ですね。advocate はめっちゃ重要なんで、これもいつも授業で言うやつですけど、サポートの意味ですから、だから E の standing up for。はい、という感じでした。まあ、とにかくね、やんなきゃいけないことが多くて、答え探すのもめちゃくちゃめんどくさいっていうのが、まあ、法学部の特徴なんで、大変だったと思いますが、受けた皆様お疲れ様でした。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.